劇場。そう、劇場ってどんなところなんだろう。たくさんのアイドルたちが歌って踊って輝いた、その小さな空間には何があるんだろう。私はそれが知りたい。彼女たちが残したライブを見て、俄然興味が湧いたんだ。このようにご当地アイドルは全国のマーケットを対象に CD リリースを行うと同時に、地元のライブハウスやショーホールをはじめとしたさまざまな劇場で公演を行っていました。それは流通の先の小さな流通ともいえるもので、単独ライブや対バンライブを行ってはアイドルグループ同士、ファン同士の関係性や物語を楽しんでたのね。まさにツールとしての劇場がローカルなコミュニケーションを育んでいたと言っても過言ではないでしょう。先生、山下先生。あら、来たさ。すいません、急に呼び止めたりして。いいのよ。劇場見学どうだった？びっくりです。福岡にもこんな小さな劇場が残ってたなんて。でしょ。20年前はね、ここみたいな小さな劇場が福岡の至る所にあってね、週末はすっごく盛り上がったのよ。アイドルだけじゃなくってミュージシャンとか劇団とか、いろんな人がいて面白かったな。それ本当に羨ましいです。今は生の公演も少なくてめったに行く機会ないですもん。映像の中のライブアイドルってアイドルって言えないですよね。それで先生、さっきのお話なんですけど。何？ほら、アイドルの女の子たちだけで劇場を作ったって話、あれ本当なんですか？ああ、ラストシアターの話ね。本当よ。その劇場、ラストシアターって名前も意味ありげだし、私もっと知りたいんです、ラストシアターについて。先生、教えていただけませんか？そうね。ねえ、ちょっとぐらい心配してよ。すいません、でもここの振りがうまくできないんですよね。ここができたらもっとかっこよくなるんですけどね。にしても困りましたね。公演まであと2日しかないのに急に劇場がなくなるなんて。本当ありえん。急に劇場閉鎖とかどういうことよ。劇場がなかったらライブもできませんしね。こうやって練習しても意味ないし。意味ない。じゃあもう練習するのやめようかな。いやいやいや、練習はしようよ。まだ望みはあるし。ミクちゃん、大丈夫ですかね。なんとかやりませんか？無理無理。うちの劇場も1年先までスケジュールびっちりば。そこをなんとかお願いします。お願いしますって言われても。なんで、ミクちゃん先約開けるとに大金払えるとね。お金は無理ですけど、ミクの笑顔ならプレゼントできます。いやいや、とにかく無理なもんは無理なんよ。さあさあ、お引き取りください。でもね。さあ、ほらほら、こっちもダメ、こっちもダメ。どこも1年先までスケジュールがいっぱい。これから私たちどうなるの？ここに来て福岡近辺のホールやライブハウスが閉鎖ってね。なんでかいな。困っとるのはうちらだけじゃないって。他のグループや劇団もみんな場所を探してる。
いっそのことこの空の下で思いっきり歌って踊れればいいんだけどな。お、いいね、それ最高。うん、海の中道とか桃地浜とかマリメッセとか。あ、マリメッセは違うか。ちょっとちょっと、いくらかかると思ってんの？お金もやけど人も集まんないよ。やっぱ劇場か。劇場がなかったら私たちの活動も続けれなくなるしね。ミクちゃん。あ、ダメ、ミクちゃん今落ち込んでんだから。さっきの直談判うまくいかんで大トラしたさ。今はそっとしといてあげよう。ですね。ちょっといい？あ、ミクちゃん、さっきのこと全然気にしなくていいから。私、作りたいの。劇場をね、作ろう、私たちの手で劇場を。え、劇場を作るってか。めちゃや、私たち大工さんじゃないし、お金もかかるし。劇場作るってできるわけないやん。ミクちゃん、なんか当てあると？今
ラストシアター。それは、私とあなたの記憶の中の劇場。